ガバントスラジオ始まります。お願いします。お願いします。今回のテーマはありがとう豊田洋平。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、先日豊田洋平選手の移籍が発表になりましたけども、はいはいはい、まあいろいろね、思いはあるんですけど、トスサポとして豊田洋平にありがとうという気持ちを伝えたいと思います。まあトスのレジェンドですね、豊田選手がきっかけでサポーターになった人も多いんじゃないですか。いやー、そうなんですよ。まあ、決して簡単な決断ではなかったと思いますが、まあ、僕個人的にはインスタライブ見てたんですけど、やっぱ結構熱かったですよね。僕もね、ちょっとあの散髪を始めるところぐらいまでは見てましたよちょっとその後は見れなかったんですけど。はい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 。どんなことを語ってたんですか。まあ、まずね、あの結構いろんな方がそのインスタライブを見に来てて、ミヌとか、チアゴアウベスとか。僕が見てたのは、あの田代選手が僕と同じ髪型にするんですかって言ってたとこまで。あ、そんなん言ってたとか、まあいろんなね方が見に来てて、改めてねトスの象徴だったんだなっていうのも伝わりましたし、はいはいはい。まあその中で喋ってたこととしては、まあいろいろ喋ってましたけど、こう今言えることと言えへんことがなんかいろいろあるけど、この完全移籍っていうところにちょっと意味を感じてほしいみたいなこと言ってて、うん、まあね、そのそれはトスがどうこうっていうことじゃなくて、こう栃木 SC にこう完全移籍するっていうところで、こうまだまだ俺はプレイヤーとしてというか、栃木の一選手として栃木をこうチームの力になりたいっていう決意の表れみたいなのを感じたんで、うん、まあ、そういうところはやっぱ男だなっていうふうには感じましたね。まあね、トスのサポーターとしてはまあ寂しい気持ちは当然あるけど、うん、やっぱりプロサッカー選手としてのまあプレーを続けたいっていうトヨタの決断をね、当然応援するしかないと、うん、まあいずれね、まあ、選手じゃなくてもそれ以外の関わり方で帰ってきてくれたら理想的だなと思いますけどね。まあそうですね、まあ、なんかそういう風に、視聴者さんからコメントみたいなの来てて、トスに戻ってきたいですかみたいな、うん、でそれ質問拾って答えててんけど、インスタライブで、うん、その戻ってきたいけど今は戻ってきたくない気持ちの方が強いみたいなこと言ってて、うん、まだ一選手である以上栃木の選手になるんだから、そこで全力で活躍するだけですみたいなことをこう言ってたから、うん、まだまだ死んでないなというか、こう J2 でゴール取りまくって、なんならね J1 に上がってくるぐらいの勢いで活躍してほしいなって僕は思いましたけどね。まあ、当然ね、豊田自身も J1100 ゴール絶対諦めてないでしょうしね。そうやな、まあ確かに一つ心残りとしては、その J1100 ゴールをトスの選手として達成してほしかったっていうのはガバントス目線ではあるけどね。まああるけど、まあ豊田自身のあれでは、まあ、J2 のチームに移籍っていうことで、その100ゴールへの、まあ今の立ち位置的にはまあ遠回りやけど、うん、まあ、そこで結果残してまたっていうのを考えれば、うん、まあその100ゴールに向けてのプロセスというか、うん、まあ、そういう意味も、まあやっぱ結局はプレーしないとっていうところがね、やっぱあるんでしょうね。まあ確かに豊田クラスの選手がね、まあリーグ戦でベンチにも入れないっていうところを考えたら、まあある意味、まあ自然っちゃ自然な流れかなとは思いますけど、まあね、ね、最後は J2 で引退した佐藤久人とか似たような経路かなと思いますけど、うんうんうん、まあ、チームの顔が移籍するっていうのはそのサポーターにとっては寂しいですけど、まあ流れとしてはまあ全然あってもおかしくない流れなのかなっていう気はしましたね。
まあ、ツイッターの方でね、ちょっと後日お知らせがあるっていう風な投稿があって、うん、まあ覚悟はね多少はしてたけど、はいはいはい、まあ寂しい気持ちはありますよね。まあ、改めてどうですか。いや本当にありがとうっていうことですよ。マッキーがねちょっと言ってくれたけど、トヨタの活躍というか影響でトス応援するようになった人もいるみたいな話がね。はいはいはい。まあなんといっても僕もそのうちの一人なんですよ。マッキーが覚えてるか知らんけど、東アジアカップの時にね、日本代表の、はいはい、はいはいはい、まあ、それまで俺結構代表とか海外サッカーとか見るけど、あん J クラブこれといって応援してるチームってなくて、うん、でマッキーに、まあ、代表見るけどちょっと男らしくてパワーあるかっこいい選手みたいなおらんのみたいな聞いた時に、うん、多分豊田教えてもらってマジで、そうそうそう、覚えてない、全く覚えてへんわ、ほんま。なんかちょっといい選手やっぱおらんかなみたいな、日本代表を応援するにもちょっと注目しながら見た方が楽しいやっぱ。まあまあまあ、そうやな、っていうのもあって、そのいい選手聞いた時に豊田洋平っていう選手とかいいんちゃうみたいな言われて、うん、でまあ YouTube に動画とか見るやん、うん、うん、なんやこのかっこいい男はと思ってはい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 、まあ、そっから、まあ、まずはもうあれよ、その時代がスカパー契約して、ああ、まあトスの試合を見ながら、うん、といってもまあトヨタを応援する感じやねんけどな、うん、でもうでも気づけばもうトスも好きになり、それではいはいはい、でまあトスサポになったという、まあ、つまりだからトスが好きになるきっかけをくれた選手なんでね。いやー、まあそれはタッケだけじゃないでしょうね、めっちゃ多いでしょ多分。うん、まあ好きな選手はって聞かれたら当然今も昔も僕は一番に豊田洋平ですよ。多分俺ここ10年ぐらい携帯のホーム画面豊田よサポーターやな今も豊田。まあね、ゴール決めた後のあの飛行機ポーズもね、うん、代名詞でサポーターの皆さんの頭に脳裏に焼き付いてると思いますけど。いやでもほんまに100ゴールっていうところはね本当に待ってたんでね、悲しいですけど。まあ100ゴール企画とかもしましたもんね、なんとか今シーズン中にっていうところで。そうそう、応援企画やりましたね。ベストゴールとかもね、いろいろ喋りましたけれども、まあそれもなんかインスタライブで振られてて、うん、ベストゴールは皆さんが印象に残ってるゴールがそれがもうベストゴールだと思うんで、あえて僕の口からは言いませんみたいな、ちょっとかっこいいこと言ってましたけど。なるほどね。はい、まあ最初から最後までこうサッカー選手としてまだまだ俺は活躍するんだっていう、そういう熱い思いに溢れてた一方で、なんかね結構もうそろそろ終わるよみたいなタイミングでこう熱くなってたりしたんですよ。豊田も目頭がこう、うん、グッとくるみたいな、うんうん、これ見たときにやっぱりこう震えるもんはありましたよね。うん、やっぱ全てはトスのためにって言葉で言って、しかもあんだけねプレーでも表現してくれる選手なかなかいないですからね。いやこれからもね、まあ、心の中に残ってる選手であることは間違いないですし、まあ、J2 でねまずしっかり活躍してもらってまたっていうのもありますし、 J2 の試合もまたこれでね僕たちもまた楽しみに見れるというか。そうですね、栃木 SC の試合もちょこちょこチェックしながらまた見ていきたいなとは思いますけど、ちょっとね動画の内容でもトヨタの現状をお伝えできたらなと思ってますんで。そうですね、もうサガン鳥栖はまたもちろん引き続き応援しつつ、豊田洋平追っかけチャンネルみたいな感じにもしてますからそうや、 J2 忙しいよでも結構だから栃木 SC 見なあかんやろ、で石井が行ってる愛媛も見なあかんやろ。そうやな、あと児玉選手が行ってる相模原も見ないといけないんで。はいはいはい、まあそのねガンバ
もレンタルされてる選手もいると思うし、そうっすよ、もう遠藤のジュビロなんて 今や J2 の首位ですから、うん、もちろんチェックしないといけないですしね。まあ、ガンバとトスの選手がレンタルで行ってるチームなんかもね、ちょっと今後取り上げていきましょうよ。そうですね、 J2 もしっかりね、トス、ガンバ出身の選手っていうのは応援してるし、チェックしとかないとね、いけないですね、うん、といったところで、まあ、またいつか駅前不動産スタジアムに豊田選手が戻ってきてくれることを楽しみに、またこれからも追っかけていきましょう。はい、ありがとう、ありがとう豊田、ありがとう。それではまた。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖、ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。